どうも、翔平です。またエイリアンアストレーションの続きやっていきたいと思います。ちょっと待ってください。どうやっていくんだ、これは。こっちは行き止まりなので、ロックダウンのサーバーファーム。サーバーファームという場所をロックダウンしろっちゅうことですけど、この強力なファイアースローは、火炎放射器を使って撃退しながらやる感じ？よし。ちょっと待って、首がすごい方向向いてるあの人。ってことはこれエイリアンじゃないね。これエイリアンにやられたんじゃなくて、あのアンドロイドにやられたのかな。何何何、音が結構するんだね。これゆっくり歩いてるんですけど、ハザードコンタミネーション、多分あれか。ちょっと声が聞こえないから人間なのかな。アンデ、あ？いるな。ちょっとここで何すりゃいいの？なんか隣の部屋みたいだけど。この部屋？この部屋ではないようだ。 What are you って何？やっぱアンドロイドがいるっぽいな。ちょっとこの人はサーチ OK。 あ、ベントがあるね。ちょっとベント入りますか一回。よいしょ。あ、いるね。エイリアンと戦ってほしいんですよね、この人と。戦わないのかな。あ、アイテム発見。アポロにログインしてますって、リポートするために。え、エイリアンいるみたいだけど。いる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 。上走ってんのかな。あー、上か。残念、戦うとこ見たいんだけどな。この人は戦わないみたい。それともエイリアンが いればなんか変わるのかな。あ、入ってきた。ちょっと見物しましょうか。What are you だってえ、エイリアンは攻撃しないみたいだね。なんだ、楽しみにしてたのに。やっぱ生きてるものじゃないから攻撃しないのかな。ねえ、何もしない何にもしないみたいだよ。うわ、ちょっと入ってくんのかよお前初めて知った。はびっくりした。入ってきたよ。まさか入ってくると思わなかったよ俺。ちょっと待ってね。で、あいつがね、多分敵なんじゃないかな。味方、また出てくる？また嫌がるな。また嫌がる。気づかれなければここにいます。気づかれた。ダメだ、やっぱり気づかれちゃいますね。で、使いすぎだね、多分これ。多分なくなるな、これ。また絶対来ると思うんだよな。いや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 、ここでは無理だって、ここでは無理だって。ちょっと待って、ここら辺でしょ？どこだこれ？どこだこれ？どこだこれ？
向こうの部屋か。ちょ、あー、いた、向こう行った。向こう行ったけど、探してらっしゃいますね。ちょっとここ、セキュリティ一応使わなきゃいけないの。ちょっとそれは無理だな。来るね、多分。来い。この際、命の方が大切なんで、バンバン使わせていただきます。来るね。もう戦う素振りは一切ないね、やつに。エイリアンも無視みたいですね。来る。遠ざかっていく。どうだろう、これ。セキュリティスナー使っていいのかな。なんかあいつも別に敵対じゃないみたい。ちょ、今しかない。チャンスは。目押し警戒。よいしょ。あ、ちょっと難しい。ちょっと、タイミングがつかめないぞ。よし。ちょっと、早く、ちょっと。こっちのどこ？ちょっと待って、確認しよう。その中ね。とりあえず、エイリアンの脅威はこれで防げるんで、撃退しながらやれってことですね。またかい、ちょっと、今無理。ちょっと、待って。またやらせんのかよ。大丈夫かな？あ、入ってったね。ちょっと、それはちょっとね。これでしょ？これ。はい、OK。OK。来たんじゃないの、これ。そこ、ちょっとエグジットは動かないって言ってる。フィクセって言ってて、早く直せよ。どうすんだよこれ。ちょっと待って待ってくれ。エスケープだ、サーバーハブだって。どうすれば。ああ来た。ちょっとあんまり使いたくないんで、あ、行った、向こう行った。大丈夫かな？あいつら戦わせたいんだけどな。ちょっと待って、どうやって出んのこれ。ニュースフォーミーって言った。もっと時間が必要だって。もう時間ないんだけどって言ってますけど、ここシャットダウンしちゃって、一つの出口を残しておくはずが、なんか動かないみたいなんですよね。ちょっと待ってね。入り口そっから来たよね。ってこと、こっち側にも道があるのかな。おい、ちょっとラグい。どこ？ゲットアウトだって。ちょっと直してくれたの？ここ？で、出してくれる。よかった。やっぱ時間が解決する問題だったのね。セーブポイントがある。ちょっと、セーブゲーム。よいしょ。OK。ちょっと、すげえ使っちゃったね、でもフレームスローは。でも、こうやって使えってことなんだろうね、多分ね。で、どうすんの？逃げ出したけど、ポイントオブインタレストがポコポコあるけど、あ、戻らなきゃいけないのね。とりあえずエイリアンが出てきても、びっくりした。お前ビビらすなよ、お前。ビビらすない。ちょっと、やっぱり、これで行った方がいいね。あそこにいた人はいない。あの人は手伝ってくれてたんですね、多分。ちょっとここにもなんか死体があるんで見ておきます。よいしょ。スクラップね、いらん。よし。大丈夫？いや、でもファイアースローアがすげえ味方してくれてるな。
死んだっていうシーンを何回も作ってくれましたね。もうないのかな。ここはロックされてるけど、ローパワーだって。まだ来る可能性は十分あるけど、まあ、セーブポイントあるんでね、セーブポイントセーブしたんで、とりあえず大丈夫なはず。で、この人は味方だよね。こいつ燃やしてみたりするのもありなのかな。別に味方だからどういう。何？なんかをね。ああ。なるほど。ああ、リプリーを出すためにジェミニラボっていうところに行くために、あ、なるほどなるほど。なるほど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 。リプリーを出すためにもう一回開けちゃったみたいなんですよね。だからエイリアンも出ちゃったんじゃないかって言って、まあ、出てますよね。で、他の場所もロックダウン可能な部分があるみたいだから、そこでなんとかしろって言ってますね。ここでいいのかな。どこだこれ。わかんないな。うん？こっち？あそこ開いてんのかな？開いてないよね。あ、ここ。ここも来たこと、さっきの場所？ここ。え、人がいるんだけど、ちょっと。燃えろー。燃やした。燃えてるよ。あ、撃たれてる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 、まだいた、人がいた。ちょっと待って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 。多分エイリアン来るから。エイリアン来た、エイリアン来た、エイリアン来た。どこを歩いてる。あいつさえやってくんないかな。あ、いた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 。よし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 、いい子だいい子だ。いい子だいい子だ。多分あいつはやられたから。エイリアンもう一人いるぞあそこに。あー、やってくれてるやってくれてる。いいね。やれ、できば、やればできる子じゃん。で、こっちに来た、こっちに来たけど、とりあえず解放射器があれば逃げきれないことはないから、あいつどっか入ってくんないかな。また来る。あ、こういう武器が欲しいよねやっぱね。あんなとこで止まってる。どこ行くんだろう。行っていいのかな。ちょっと音立てないでここで静かにしてみましょう。見つかった？見つかった？見つかったっぽい？なんかいじってない？やつ。コンピューターわかんのかな。このまま行っちゃっていいんじゃないのこれ。ちょっと待ってね。 Take the elevator。 そこにエレベーターあんだっけ。これかこれかこれだ、これ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 。よし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 、早く押せよ。早く押せよ。ちょっと怖い。ああ、よかったよかったよかった。よし、エイリアンと対決できるようになったのはいいね、これ。見つかったら終わりってシチュエーションから、一応難を逃れられるようにはなったってことですね。ただこのバッテリーっていうかこの燃料がね、拾ってしか回復できないみたいなので、使いすぎた時は終わりってことか。あの人間を殺さなきゃよかったのかな、今のは。そのままゆっくり行けたのかもしれないですけど、結局ドンキとかで叩いてもエイリアン来ちゃうんで、まあ今のパターンだとね、エイリアンに片付けてもらったんでいいかなと思います。ちゅうことでですね、ちょっとここで、一回、ローディング長そうなんで切りますね。ジェミニに着いたよって。はい、もう一回やっていきます。We need a whole facility power up。 まずね、この施設自体のパワーを上げないとダメだって。で、リストアでアクセスとディストリビューション。
多分ディストリビューションっていうのはその管理してるコントロールームみたいなところをへのアクセスを回復しろってことですけど、エクスプラネット、ん？エクスオエグゾプラネットソリューションズっていう会社なんですね、多分ね。Once inside, locate the flight elevator and take it to the project KG348。KG348 っていうところに、はい、行けって言ってますね。エレベーターを使って。ちょっとリロードしとく？でも348、少ないっちゃ少ないよね。あ、セーブポイントある。エイリアンはほんとどこでもついてくるんですね。とりあえずセーブしよう。よいしょ。OK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 。セーブ。この強い味方をがあればね、とりあえずは大丈夫だから。どこに行けばいいのかな。ここ？ここは開くんだね。ここ完全に新しい。お。あれ、もえ。This place looks safe だって、安全そうねって言ってるけど、この人はどうしたの？なんか黄昏れてる人？太陽的な星を見て黄昏れてる人？ここで死ぬの分かってるでしょって。いや、ちょっとそこで座ってるのは危ないんじゃないの？それとも安全な場所なの？ここはちょっとどこ行けばいいのか確認。なんか部屋、なんかよくわかんない。なんかあの人は黄昏れてるみたいですね。ちょっと一回電話が来たんで一回切ります。すいませんさて、またやっていきたいと思います。あの黄昏れてる女の人をよそに、コントロールターミナルを探してくれって。なんだろう、ストームルームっていうのが先にあるけど、あるって言ってるけど、プラズマトーチアップグレードリクワイアド。とりあえずコントロールルームを探してくれって言ってるんで、そこに行けばいいのかな。エグゾプラネットっていうのは、それ多分その惑星のエネルギーを、ガス惑星のエネルギーをなんか吸い上げてるマシンがあるみたいなんですよね。この船の目的はそういうことなのかな。ここに止まってる。おお、なんだなんだなんだ。ちょっと待て待て待て、出てくんじゃねえの、出てくんじゃねえの、そっから。大丈夫なのかこれ。上、真上歩いてますけど、ここからも降りてくる可能性あるね。大丈夫なのか。マップアップデート。あ、そこね。オッケーオッケーオッケー。オレシシ、シンセシスってなんだろう。オレっていうのはそのなんか、鉱物の元っていうか、なんていうの、塊？リストパワー。とりあえず危なくなったらもう使うしかないですね、これを。容赦なく。この施設をね、何年もシーグソンは売ろうとしてたんだって。今はね、うるさいから黙っててってそうだよね。ちょっともうベッドの中にも入ってくるってことは分かったんで、もう安全な場所などどこにもないということですね。大丈夫なのかこれ。サーチ。あの中にいてくれる限りは、エリア上にいる限りはそんなに脅威じゃないんですけれども、ここにも隠れられるんだ。ちょっと待って、もっと先だね。とりあえず極力ね、戦闘は避けていかないと、多分スロワーが、火炎放射器がなくなってしまうともう終わりな。なんか動いてるな、そこで。なんだあれ。おおおおお、カメラっぽいね。来るか？
来るか、やる、やるってのはやってやるぜ。こんなやろ。さていった。よしよしよし。で、ちょっと待ってね。ここにアクセスリワイヤー、リワイヤーがあるから。あ、プラズマ通っちゃって行けなかったとこに行ける。いいよ、もうそんなんどうでもいいから。もうちょっと待って、エイリアンが来ると思うんだ。このカメラを消してあげたいんだけど。アクセスリワイヤー、リワイヤー噛むね今日は。よくカメラフィードをオフに。よし、消えたね。あれ、あそこで、おお、また来た。縮小な、十分に引き寄せて。オッケー。とりあえず、楽になったな、かなり。見つかって瞬殺というところから抜け出したぞ。リストアドパワー、また。ちょっとこういうところにいたくないね。いきなり出てこられると困るから。ちょっと、どうやって行けばいいの？ちょっと、なんだかわかんないんですけど。リストアドアクセスとディストリビューション、ここか。まだやらなきゃいけないことが残ってるみたい。来た。お前、どっか行けよ、早く。まだ来んのかよ。あー、ごめん、まず撃っちゃった。ちょっと待って。プラズマトーチ使えって、こんなとこで。ちょっとやめようよ、そういうのは。ちょっと早く。エイリアン来たらおしまい。よいしょ。ちょっと、ユーズレバー。オールド LT。ロックダウン。来た。どこ行った？ちょっとお前邪魔。ちょっと待って。このままじゃなくなる。フレームスローがなくなる。また来やがったぞ。ここか。まずい。とってもまずい。来やがったー。来いよ。やってやろうじゃねえか、この野郎。ほら。ちょっと、アンドロイド戦ってくれよ。俺のために。ちょっと、ちょっと敵対化しちゃった。ちょっと、何、ラグってる。いや、ちょっと燃えてる。痛い。エイリアンと戦ってお願いだから、俺じゃなくて。ドントランだって。ちょっと、スタンバトン。燃えてる、この人。ちょっと、痛い。ちょっと、なんだこいつ、つプラズマと、ちょっと。こんなの。ちょっと強すぎるんだけど、こいつ。ちょっとやばい。間違い。すいません。パイプボムでやるか。ちょっと、無理、ちょっと、無理。ちょっと、どうしていいか分かった。大パニックですよ、ちょっと。あいつを攻撃したら、ダメなんだね。分かった。ちょっともうびっくりしちゃったよ、もう。ちょっと、せっかく仲間だったのに、私が攻撃してダメになっちゃったってことですね。ちょっとここで一回切ろっか。すいません。また次の回に回しましょう。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。